佐野渉監督とスタッフ、キャストの皆様にご登壇いただきます。皆様大きな拍手でお迎えください。それでは順番に自己紹介をお願いいたします。コタンダを演じさせていただきました中野大輔です。今日はありがとうございます。監督と主演を務めさせていただきました。ちょっと待った。もうお前は早稲田の自由と平和を脅かす怪人かげろう。ここがクリスマスだっていうのに浮いた予定もない奴らが集まっているイベントってのは。おい、あんまりずれんな。もうてめえが監督の佐野か。主演兼監督を2本をこの祭りで流しやがって、でしゃばりなんだよ。うっせえな、少し恥ずかしいなって思ってんだよ。そんなこと言って本当は調子乗ってんだろ。正直天狗になってた時期もありました。やっぱりそうじゃねえか。お前のその傲慢な鼻をへっしょってやれ。ここまでだ。これ以上皆さんに迷惑をかけるのはやめよう。そんなお口叩いてやれるのもこれまでだ。おい、ミリちゃん離せ。危ない、下がってるんだ。これでいくらてめえでも手の足も出せまい。くそ、どうすれば。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ。この声は悪を切れと世が叫ぶ。まさか侍壁剣山。侍壁見習わぬ待たせたな。それがしか来たからにはもう安心だ。調子に乗れなよ。こっちには人質がいるんだ。我々の力を合わせればたやすいものだ。行くぞエンジン君。ああ任せろ。さあこっちだ。ミリちゃん大丈夫？くっ、人質を取られたからなんだ。てめえらなんかヘレもないんだよ。これほどとは。ここで負けるわけには。ダメだ、このままじゃ二人が負けてしまう。皆さん、皆さんでこの二人のヒーローを応援しましょう。僕がせーのと言ったら皆さんは大きな声で頑張れーと叫んでください。それでは行きますよ皆さん、せーの。すごくお兄さんびっくりします。もっとちっちゃい声だと思った。まだいける、まだいける。もっと大きな声で恥は捨てて童心に帰りましょう。僕の顔を立てると思ってお願いします。それではいきますよ、大きな声で、せーの。力がみなぎってくる。これならばいける。応援なんかで変わるかよ。はっ、くそ。
急に強くなりやがって。決めるぜ、サムライ仮面。ああ、正義の名のもとに我が家は貴様の悪を貫く。ああ天中それもこれもみんなの応援があったからだぜ。ああ、ありがとう。皆さん、二人のヒーローに大きな拍手をお願いいたします。くそ、俺だってクリスマスを楽しみたかったんだよ。だったら一緒に映画見ようぜ。うん、この後は休憩を挟んで武井監督の赤色彗星クラブが上映されるそうだ。ち、しょうがねえな、一緒に見てやるよ。皆さん、この度はくたばれ侍仮面をご鑑賞いただき誠にありがとうございました。この後も素晴らしい映画が続きます。ぜひごゆっくり最後までご覧ください。本日は誠にありがとうございました。